こんにちは、シュイヤマモモです。現在のネイルでございます。一見ジェルネイルなのかなって思うかもしれないんですけど、こちら実はネイルシール貼ってます。前にね、インスタでストーリーにね、今のネイルみたいなのをあげたと思うんやけど、このね、ネイルシールでございます。貼っ付けているだけっていう状態になってます。人差し指はね、ちょっとキャンメイクのゴールドのラメのネイルを塗ってるんやけど、それ以外のね、指、4本指は4本指の見せ方な。それ以外の4本指はネイルシールなんですけれども、そのネイルシールってどんな感じっていうのをね、この動画で魅力を伝えようかなって思います。ほんまに思ったよりも簡単にできて、意外と長持ちするなって思いました。パッと見ジェルネイルしてるんかなっていうデザインやから、かなり楽しめるアイテムやと思います。これを貼っ付けたのが5日前なんやけど、本当にね、指が逆向けとかですごい汚くて申し訳ないんですけれども、爪の先を見てもらったら分かるように、ちょっとね、爪の先っぽはげてない。5日目ぐらいでこの辺が、このね、爪の先っぽの方がはげてきます。だからネイルシール持って5日ぐらいかなっていう感じですね。私のね、私が初めてやった体感ね、どんな感じで剥がれるのかっていうのを剥がしていきます。ネイルシール剥がせるのかやってみたら普通に剥がれました。でもなんかね、これ無理やり剥がすと地爪に傷をつけちゃう可能性があるとのことなので、リムーバーとアルミホイルを用意しました。ね、コットン、このコットンにリムーバーを含ませてアルミホイルでくるむといいらしいです。含ましたやつをちょっとだけ放置します。どんなもんなんか剥がしてみようか。お、あー、ジュクジュクジュクってなってる。これでコットンで拭き取れば取れるかな。はい、剥がれました。こんな感じでね、他の指も取っていこうと思います。で、私が今使ってるリムーバーが D アップネイルポリッシュリムーバーエクストラストロングアセトン配合タイプなので、アセトン配合のリムーバー使って爪が白くなるんだよって人はアセトン入ってないやつを選んで買ってください。ちょっとダイソーのね、指突っ込んだら取れるリムーバー、あれめちゃめちゃ好きなんやけど、今ちょうど切らしとってね、買いに行かんといかんなって思う。はい、全部落とせましたが、一応ね、これ除光液塗った後、今からまたね、ネイル貼っ付けるので一回手洗ってきます。それではネイルシール貼っ付けていきます。私はこれね、楽天市場で買いました。裏に説明書いてあって、なんかヤスリも入っとったよね。これでネイルシールの長い余分な部分をカットするっていう感じのヤスリでございます。結構ね、いろいろ買った。なんかマジでデザインが豊富やって、めっちゃ可愛かった。なんか他にもね、いいこういうネイルシール売ってるところがあったら教えてください、コメントで。どうしよっかな、今回これにします。で、一応ね、なんかね、14種類色が入ってます。で、まあこのサイズ、親指とかね、人差し中指とか小指っていう風になってて、結構長めに作られてるから、貼っつけて余分な部分をまあカットしたり、これでパパパパって落としたりっていう感じでつけていきます。選んだら貼っつけて、一回つけたら終わりじゃなくて、貼り直しができるようなネイルシールなので、もう全然普通に私は貼り直してました。ここちゃうな、間違えたなとかで貼り直しても、粘着力は全然あったから問題ないと思います。こういう風に貼っつけまして、マジマジと指見ると端っこの方なんかちょっと綺麗に、こうね、ちょっと長い部分をこれね、ちょっと切ってあげて、でその後このヤスリでこう上から下になんか擦るらしい。上から下、上から下っていう風に擦っていくと、余分な部分を削ぎ落とせるっていう感じです。削ぎ落とすって進撃の巨人に出てきそうな表現やな、肉を削ぎ落とすって。どうしてもこのヤスリでもう切れへんところは指でちょいちょいってしたら取れます。はい、こんな感じでね、ネイルシールつけ終わりました。親指で、この上にこれトップコートを塗り塗りしていきます。トップコートをつけると長持ちするらしい。今回キャンメイクのトップコート使ってます。はい、まあこんな感じですね。じゃあ他の指もやっていきます。
両方ともトップコート今塗りました。こんな感じですとね、こっからまあ乾かして完成へと向かいます。はい、ネイル完成しました。どうどうどう、なんかちょっとジェルネイルっぽくない？普通にネイル塗るだけではできないようなデザインが楽しめちゃいますので、これでちょっとね、あのジェルネイルした気分になっております。いや別にさ、ジェルネイル行ってもいいんやけどさ、 2,3 週間に1回ぐらいまたさ、ジェルネイルしたらオフしに行ったりしなかや店に、それがちょっとめんどくさくって、ほんまびっくりするぐらい良かったから、ジェルネイルができないんだって方でも簡単に楽しめるネイルなので、ぜひぜひ気になった方チェックしてみてください。それじゃあみんなバイバーイ。